すごいハードルの高いかもしれない。早口言葉が、ね、早口言葉があるんです。あ、これはね無理ですよ。江戸の殿殿のこれ、あの真由美さんのセリフですよね。そうです。これはねどう考えても俺無茶ですよ。公害につかなきゃいけない立ちつてと何胸のラリルベロは滅べばいいと思ってますから。江戸の殿殿の網にもの浅田飴とかもう本当に嫌がらせですよねこれ。いやもう公害に3回以上つくセリフもう連続でこうな殿殿のとかもうつくのはもう本当にもう許せない。他のさスタジオの全員が神谷の声を待っていた。神谷の声、神谷ボイス。この映画は神ボイスぴったりだ。まれに見るアルミニウム。野口さんと野本くんが物の見事に物分かれ。右目声優青春ストーリー映画神ボイス11月公開。声優が全員こういうの言えると思うな。神カムカメも神ボイス青春映画ストーリー。あ、ごめんなさい。しかし彼はやる男だった。カモシカモシカも確かにシカだが、アシカは確かシカではない。江戸の殿殿の喉にも浅田飴、水戸の殿殿の喉にも浅田飴、どの殿の喉にも浅田飴。まれに見るアルミニウム。野口さんと野本君が物の見事に物分かれ。右目神カムカメも神ボイス青春映画ストーリー映画神ボイス11月公開。Yes. Yeah.